はい、皆さんこんにちは。今日はですね、昨日の続きでこの Adobe のドローで描いたスパイダーマンの絵をイラストレーターの方に持って行って最終化する方法を紹介していきたいと思います。でね、今日は結構さっくりやっていきたいと思うんですけど、まだね、前回の動画見てない人は、この前回の動画で、Adobe のイラストレータードローっていうアプリを使って、スパイダーマンを描く方法を紹介してるので、その動画を見たい人は概要欄の方から飛んでいってください。で、前回も紹介したんですけど、この Adobe のドローからイラレに送るときは、ここの書き出し項目のデスクトップアプリケーションから、イラレかフォトショーかで選べるので、ここでイラストレーターを押します。で、そしたらですね、なんか送信しましたみたいなボタンが出てくるんですね。で、そのボタンが出たら、それと同時に、Mac PC の方でイラレがポンって立ち上がって、このドキュメントが勝手に開かれます。で、ここからちょっと私の Mac PC の方に移っていくんですけど、久しぶりに私の YouTube で Mac の画面が出てきましたね。私ね、iPad だけで全部完結してやるぜ、みたいな感じで言ってますけど、たまにはね、たまには Mac も大事。っていうか、Mac ないと正直まだまだね、できないこともあるので、臨機応変に Mac も対応していきますということでですね、やっていきたいんですけど、キャンバスの方を見てもらうと、レイヤーがちゃんと分かれてますね。Adobe のドローで作ったレイヤーと同じように、イラレの方でもレイヤー分けされてます。で、これね、ちょっとズームしてもらうとわかるんですけど、このラインのね、表面っていうか、がちょっとボコボコしてるんですよね。一応ベジェ曲線で描いてるんですけど、まあこの筆圧とかの関係で、こうちょっとガタガタしちゃってるので、これを直していく必要があります。で、コメント欄の方ね、YouTube のコメントでもあったんですけど、Adobe のイラストレータードローのアプリ上では、パスの編集っていうのができないんですね。なので、それが嫌だっていう風に言ってた人もいるんですけど、まあ、ちょっとそれはおっしゃる通りで、パスの編集をしたいと思ったら、一回イラストレーターの方に持ってこなきゃいけないので、まあ、この動画ではそのパスの編集のやり方っていうのがメインになってきます。で、まず黒のアウトラインのレイヤーですね。ここのレイヤーボックスの中をちょっと見てみると、こうやってね、ブラシのストローク一個一個、レイヤーがまた分かれていて、すごいたくさんのレイヤーが重なってます。で、レイヤーのこのボックスの右端のところ、ここクリックすると、この黒のアウトライン全部選択できるんですけど、そこ選択すると、こんな感じでね、たくさん、重なってるのが分かりますよね。で、まずやることとしては、このたくさんある黒のレイヤーを1個のパスに結合していきたいので、その時は、パスファインダーっていうパネルからやっていきます。私はね、この左のプロパティパネルの中にパスファインダーっていうのを格納してるんですけど、もしそれが見つからない人は、メニューバーの中に、ウィンドウっていうところがあって、その中にパスファインダーっていう項目があります。で、それを押してあげると、このパスファインダーのパネルが出てきます。で、このパスファインダーのパネルの一番左かなに結合っていうボタンがあるので、このグループイングみたいなマークなんですけど、この結合ボタンを押してあげると、こんな感じ。で、黒のレイヤーが1個のパスに結合されます。見えたかな？もう一回いきますね。一回コマンド Z で戻ります。戻って、レイヤー全部選択した状態で結合を押すと1個のパスになります。で、こんな感じでですね、今黒のね、レイヤーのところをやったんですけど、他のレイヤー、赤のベースのレイヤーと、シャドウのレイヤーと、ハイライトのレイヤー、全部、同じことをやってあげます。で、ここまでできたらですね、次、この線のね、ガタガタ、さっき言ったところ、このね、ちょっと歪になっているところとかを、綺麗にしていってあげます。で、それをするときは、一旦ね、これちょっとレイヤーのところ全部選択して見てみると、こんな感じでね、アンカーポイントがすごい点々がたくさん打たれてるんですよ。この点々のことをアンカーポイントって言うんですけど、まあ、イラストレータードローで書くと、この点々がたくさん打たれてしまうんですよね。で、綺麗なベジェ曲線を書くにあたって、この点々、アンカーポイントが少なければ少ないほど綺麗な滑らかなラインが書けるんですけど、
なのでね、それを減らしていかなきゃいけないんですけど、これ一個一個やるのめんどくさいので、簡単にやる方法としては、メニューバーの中にオブジェクトを進みます。で、オブジェクトの中のパス。で、パスの中に単純化っていうのがあります。パスの単純化っていうのがあるので、それを選択します。で、そしたらこういうパネルが出てきて、ここでこのアンカーポイントの密度っていうのをコントロールしてあげることができます。で、上の曲線の精度っていうのを、ところの、バーを下げていくと、このアンカーポイントがどんどん減っていきます。で、その下、角度の敷地っていうのは、曲線を帯びてるところの、まあ、滑らかさ、角度の鋭利さをコントロールするバーです。で、この角度の敷地を下げていってあげると、こう例えばカクカクってなってるところがどん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 滑らかになっていくようなのがこの角度の敷地です。で、こんな感じでざっくりこのパスの単純化っていうのを使ってアンカーポイントを減らしてあげて、で、最終ですね、もうちょっと細かいところは自分の手作業で、このアンカーポイントを減らしたりコントロールしていきます。で、その時は左のツールバーの上から2番目ですね、アンカーツールを選択して、キーボードのマイナスボタンを押したら、このアンカーポイントを削除する、項目になるので、このマイナスボタンを押して、いらないね、こうアンカーポイントをどん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 削除していきます。で、この黒のアウトラインのところが終わったら、同様にこの赤のベースラインのところも、シャドウのところも、ハイライトのところも、同じようにパスの単純化っていうのをしてあげて、いらないアンカーポイントを消していってあげるっていうのを作業をですね、やっていって、これで完成になります。で、これで完成なので、最後書き出しするときは、上のメニューバーからファイルで書き出し、で、書き出し形式に進みます。で、そしたら、項目出てくるので、まず好きなところ、保存する場所を決めてあげて、ファイル形式はピングでいきます。ピングにすると背景の色、透明になります。で、解像度はですね、150で十分だと思います。で、保存ボタンを押してあげると、こんな感じ。で、最終完成ですね。綺麗にできましたね。で、まあ、この上の共有ボタンのところにね、エアドロップがあるので、私はだいたいこのエアドロップで、また iPad の方に送り返して、まあ、それをなんだろうな、まあ、ステッカーのシールにしてもいいですし、ウェブのバナーに使ってもいいし、あとはなんだろう、インスタに投稿してもいいし、まあ、使い方はね、皆さん次第で、好きに遊んでいただければと思います。はい、ということでですね、今日は以上にしたいと思います。やっぱりね、このイラレで最終化するとすごく綺麗に、精度が上がるので、本気でデザインの納品をしたい人とかは、Adobe のドローで書いて、イラレに持って行って、パスのね、修正とかを最後までしてあげるといいかなと思います。というか、やった方がいいと思います。はい、ということで、もしね、この動画が良かったら、ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとまだですね、チャンネル登録してない人は、iPad のね、デザインのやり方とかいろいろこのチャンネルで紹介してるので、ぜひね、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。